今回は、クラシエさんの、チョココーネ、チョコがとろーりたっぷりということで、2つできるんですね。2個の生地を作って、クリームを入れますね。結構細かく、作り方が書いてありますね。これも何かできるでしょうか。早速作ってみましょう。チョコクリームパンの素でこれいちごですね。いちごの素です。これがクレーンパンの素で、それからこれがシブリーでコロナのクリームですね。あとはチョコクリームを作ります。それでは切っていきましょう。で、水を入れるカップで、よいしょ。で、Yeah.
で、コロナを入れる入れ物をなくて作っておきました。で、次の生地を作っていくと、そしてこれを混ぜます。これにちょっとコツがあるんですが、この水を、少ないように思うんですが、混ぜ続けると手にベトベトしないぐらいに水じゃないこの生地を混ぜていきます。コロコロするとこれがちょっとツヤが出てきます。テカテカになるまでやりましょう。そしたら少し煮ます。いくら昔のコロネとは言っても、パン生地ですのでちょっと軽くしっかり煮っておきましょう。中に粉の塊とかがないようにしましょう。で、これでいったらもう一度同じように、イチゴの素も作っていきたいと思います。はい、同じように今イチゴの生地を作っていきます。はい、できました。はい、ここまで来たら今度は生地を1cm ぐらいの長さに伸ばしていきましょう。紐を作ります。次に、コロネに巻いていきます。コロネは、作るときさっき作ったこのカップの先の方から順番に巻いていきます。
で最後巻いたら軽くこの中に指を入れてギュッ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 と押し当て軽く押し当ててください。で生地が簡単に剥がれないようにするためなので、隙間がないように、いちごの生地も入れます。ここまでできたら、そしたらこれを電子レンジで約30秒から40秒かけます。で、それでも電子レンジに入れても大丈夫なお皿に移して、これを電子レンジで温めます。はい、その間に、次はチョコレートのクリームを作ります。今度はさっき生地はこっちで作ったね、今度はこちらのトレーの中にチョコレートクリームですね、これを入れていきます。チョコレートクリームの方を入れて、今度は三角カップで水を、そうですね、これに2杯入れます。水を2杯、チョコレートクリームを作ります。まずチョコレートクリームが、チョコレートクリームですね、ちょっと粉っぽくならないようにしっかり混ぜておいてください。これを混ぜたら、今度はこの絞り袋に入れます。絞り袋は入れやすいようにこの中に入れましょう。あまりあるわけではないので端っこに入れます。はい、全部入りました。で、ちょっと少し抜きまして、このようにします。で、完成ですね。完成ですね。端っこを切って、スプレークリームを後から入れます。はい、次に、先ほど、電子レンジで30秒から40秒、今回40秒だったんですね。で、コロナがこんな感じで落ちてきました。で、冷めてくると、音が発生ですので、他の、冷めてから取ると取りやすいです。で、このコロネのところに先ほど作ったチョコレートクリームを入れていきましょう。はい、ですね。まずはこれ。
はい、